ダイエット調理師ミスター M さん、本年もよろしくお願いします。まあ2024年明けましたね。で、昨年ダイエットに失敗された方とか、何かダイエットに取り組んだんだけどもうまくいかなかった方、ミスター M さんはね、年末年始の年越しそばとかおせち料理までダイエットレシピでまとめるという徹底ぶりです。すごいですね。で、ここで一つね、私もね、アドバイスというかね、ダイエットに失敗した方に対して、やっぱりこう食事改善がいいんじゃないかなっていうふうに私も思うんですよ。ですんで私もね、いろんなダイエット器具試してきました。鉛の直器とかね、それからブルブルマシーンとかあるでしょ。お腹をブルブルブルって震わして、なんか自動的に痩せるよみたいなやつ、ああいうのをいろいろとね、高いお金を出してやってみたんですよ。それこそ本気でやりました。で、それ以外のダイエットもやってみました、同時進行で。なんか身につけるもので痩せるってことはないですね。そもそもダイエットをしたいんだけどもサボりたい方がああいうのを買うわけじゃないですか。で、あれで痩せてれば世の中の食事によるダイエット方法なんてなくなるわけですよ。でも食事によるダイエット方法はなくならないんだけども、ああいったダイエット器具ってのは手を変え品を変え、いろんなものが出ては消えますよね。といったところでね、私はやっぱり食事が一番かなと思います。しかも美味しく食べてストレスフリーで痩せていく、で多少の運動もやったらいいよみたいな感じで、食事が9割運動1割ぐらいのバランスだったら多くの方に続けられるんじゃないかなと思うんですよ。で、運動ってのもね、別にジョギングしましょうって話じゃないんですよ。いや、本当にね、生活の中にちょっとした運動が入ってればいいんで、例えば洗濯物を干すときに2階に行くとかね。で、あとは椅子に座る機会が多かったらちょっとバランスボールにしてみるとかね。で、そういったちょっとしたことで気づかない間に運動していくってものを取り入れて、さらに食事はやっぱり自炊ですよね。自炊をすると結構ね、頭も使うし体も使うんですよ。で、後片付けとか、あと買い物ってのも入ってくるでしょ。自然と運動するようになるんですよね。だからね、私はね、スーパーで買い回りをするっていうのは結構なダイエットになると思いますので、おすすめですよね。楽しいですしね。で、その中でね、今回ミスター M さんにこんなのはどうってお話なんですけども、例えばね、私がさっきお話したお腹に巻いて電気の力でね、こうやって自動的に震わして腹筋効果が出ますよみたいなやつ、これで失敗した方はこういう風な食事メニューどうですかみたいなね。多分ウエストを細くしたい方向けなんですよね、ああいうのって。だからウエストを細くしたいんだったら、こういった調理方法、効能がある食材を使ったらどうですかみたいな形で、ウエストを細くしたい方向けみたいなタイトルだったりね。あとは筋肉をつけながらタンパク質をしっかりとって、それでいて炭水化物を取らないようなバランスの食事ですよみたいな感じで、筋トレ中のダイエットメニューとかね、なんかそんなんでフックさせるタイトルを、食事にフォーカスを置いてるのが今までの手法だったと思いますけども、それで効果がないなと思ったら、この健康器具でダメだった方はこの食事改善どうですかとかね、この運動法でダメだった方はこちらの食事改善どうですかみたいな感じで、ワンステップ置いたらどうかなっていうところは思いますね。まあその他いろいろと、まだまだいろいろとね、工夫できるところは結構あると思いますので、またね、今年も一緒に取り組んでいきましょう。それではね、今年は私の速稼塾でも YouTube を重点としたコンテンツを提供して、そのコンテンツに参加した方はね、さらに YouTube の効果が出て収益化達成して、で、ゆくゆくはその YouTube で生計を立てれるようになってほしいなと思います。ですんでね、これからも YouTube しっかりとやっていきましょう。重要コンテンツをね、これから有料になると思いますけども、配信していきますので、そちらのもご期待くださいということで、皆様にはお知らせしておきます。そしてMr. Mさん、本当に昨年いっぱい動画を送っていきましてありがとうございました。今年も一緒にトライしていきましょう。それでは。